さあ始まりました。勝手に WJBL ニュース。今回は2023-2024年シーズン、各チームを見ていくシリーズ第4弾です。では早速始めたいと思います。ということで、今回見ていくチームは、昨シーズン11位だった東京羽田ビッキーズ。萩原ヘッドコーチが2シーズン目だった昨シーズン、主力選手の怪我もありましたし、なかなか勝ちきれなかったシーズンでもあり、新たな選手の活躍などもありましたが、目標には届きませんでした。そんな東京羽田の昨シーズンのデータを見ていくと、攻撃面は数字を向上させていて、特にスリーポイントはリーグ5位という数字が残っているように武器になっていた面でした。その一方で平均失点では前のシーズンより数字を下げていて、課題になっている面で、勝利した試合では機能していたものの、全体としては厳しかったです。攻守ともに向上する必要がありますが、ディフェンス面のレベルアップは新シーズンのポイントになりそうです。続いて東京羽田の入隊団などの動きについて見ていきます。東京羽田はチームのキャプテンでシューターとしてチームの攻撃を引っ張っていた高野橋選手が移籍し、昨シーズン飛躍を遂げていた阿波津選手が引退するなど4名が退団。新加入としては新人選手を2名獲得し、さらに移籍選手として5名の選手を獲得、大型補強に成功しました。チームの中心だった選手の退団はチームにとっては痛手ではありましたが、補強面で積極的で課題になっていたインサイドにはルーキーの2選手に加え、188センチのサイズのある栗林選手の獲得に成功、さらに岡選手、小町選手の獲得に成功し、ファンを驚かせましたし、得点力のある千葉選手、岡田選手の獲得にも成功し、一気に選手層が上がりました。特にインサイドの強化ができたことで、昨シーズンは5アウトの形で戦っていましたが、新シーズンは違った戦い方になるかもしれませんし、課題の面を見事に補強したと思います。新シーズンのヘッドコーチには萩原さんが続投することになりました。昨シーズンはシーズン途中から2ガードを採用したり、5アウトの形で戦ったりと試行錯誤のシーズンでしたが、新シーズンはある程度決まった形で戦える陣容だと思うので、新シーズンで3シーズン目となりますが、大型補強に成功したチームをどう導いていくのか注目されます。それでは 2023-2024 年シーズンのロスターを確認したいと思います。新シーズンのキャプテンには星沢誠選手が務めることになっていて、サブキャプテンには尾崎紗友子選手が務めることになっています。15名で戦っていくことになった東京羽田、180センチ台の選手が3名いますし、170センチ台後半の選手も多く、昨シーズンより平均で2センチ以上のサイズアップに成功しました。特に栗林選手の獲得に成功したことで、上位チーム相手にも高さ負けすることはなくなりましたし、4番5番ポジションの選手が充実していて、タイムシェアして戦っていけると思います。また千葉選手、岡田選手と得点力のある選手も加わりましたし、昨シーズンとは違った戦い方ができると思います。昨シーズン武器だったスリーポイントに関しては、高野橋選手、阿波津選手の対談の影響は受けると思いますが、選手層はここ数シーズンでは一番のチームになりましたし、得点力という意味では間違いなく上がってくると思います。そんな充実してきている戦力を萩原ヘッドコーチがどう起用していくのかも注目されます。続いて 2023-2024 年シーズンの個人的に感じたことなどを加味したレーダーチャートを見ていきたいと思います。新シーズンの東京羽田のレーダーチャートは次の通りです。攻撃面はやはり移籍選手5名の獲得の面が大きく、それぞれの選手が力のある選手なので間違いなく得点力は上がると思いますし、昨シーズンまでなら得点の選手が怪我をすると得点力が下がってしまいましたが、新シーズンでは選手層も上がっているので、そういった意味では安定した戦いができるようになると思います。守備面では3という数字にしましたが、補強面でインサイドの補強に成功したことで数字以上にプラスの面は大きいと思います。ただディフェンスはチーム力が試される面でもあり、新加入が多いチームなので今回は3という数字にしましたが、シーズン中にも上がっていく部分でもあると思います。完成度に関しては新加入が7名ということで、どうしても開幕までには上げきれない面があると思います。ただ萩原ヘッドコーチも3シーズン目ということで、開幕までにある程度戦える形に仕上げてくると思います。伸びしろに関しては新加入のメンバーの力と既存の選手の力がシーズン中に噛み合ってくると予想されますし、新人選手に関しても試合を重ねるごとに成長してくると思うので4という数字にしました。
高さに関してはやはり新加入の栗林選手の獲得は大きいですし、その他の補強面も大きく、先ほども話した通り平均身長でも2センチ以上サイズアップしていて、上位チーム相手にも簡単にインサイドでやられるというシーンは減ると思いますし、ここ数シーズンで一番強くなった部分だと思います。東京羽田は2023年度の補強面ではダブルリーグの中でもトップクラスに積極的に行い、ここ数シーズン入れ替わりの少なかったチームが7名もの新戦力を迎えることになりました。今までは弱点だったインサイドは大幅に強化されましたし、他のポジションも選手層が上がり充実した陣容になってきていると思います。ファンとしても期待が大きいと思いますし、プレーオフでの快進撃の再現が期待されています。それでは最後に新シーズン個人的に注目している選手を一人選び紹介したいと思います。新シーズン東京羽田で注目している選手は栗林美和選手。栗林選手は富士通からシャンソンに移籍し、そして東京羽田に加入しましたが、インサイドの高さに苦労していた東京羽田にとって待望のサイズのあるインサイドプレイヤーということで、チームもファンも期待が大きいと思います。富士通時代は1年目から積極的に起用されるなど将来を期待されていましたが、大怪我があったりと苦しい時期が長く続きました。東京羽田では本当の意味での完全復活が期待されています。東京羽田は昨シーズンはインサイドのサイズが高くなかったので、ファイブアウトのような形で戦っていましたが、栗林選手が加入したことでチームの戦い方も変わると思います。攻撃面でももちろん東京羽田にとって大きな存在ですが、ディフェンス面での貢献が期待される面で、昨シーズンまではインサイドはダブルチームなどで対応していましたが、栗林選手がインサイドに入ることで、相手チームも簡単には得点が取れなくなりますし、東京羽田としても守りやすくなると思います。東京羽田がプレーオフに進むためには栗林選手が大きな離脱なく戦ってくれることが必要になると思いますし、栗林選手も怪我から復帰以降シーズンを通して戦っていないので、そういった意味では復活を期すシーズンになります。栗林選手が機能するかによって東京羽田の戦い方も変わるので、新シーズンの東京羽田のキーになる選手ですし、個人的にも完全復活したプレーを期待したい選手。新シーズンどんなプレーを見せてくれるのか注目だと思います。ということで、今回は昨シーズン11位だった東京羽田を見ていきました。大型補強に成功し注目を集めた東京羽田、萩原ヘッドコーチも3シーズン目になり、進化したバスケットが見られると思います。プレーオフでの快進撃の再現はあるのか、新シーズンの東京羽田の戦いにぜひ注目してください。それでは今回はこの辺りで終わろうと思います。動画を見ていただきありがとうございました。次回以降の勝手に WJBL ニュースもよろしくお願いします。